どうもフルフルです。今日から4月ということで、っていうか今日4月1日ですね。きっとこの動画が上がっている今頃、ツイッターとかではいろいろなんかエプリルフールネタみたいなのがたくさん上がってるんですかね。まあ、4月、今月もプレ版からいろいろなフィギュアが届く予定になっております。作詞のところにはブラックさんのシャドームーンが届く予定ですし、一般販売で言うと僕はチェーンソーマンのフィギュアと予約してますね。いや、あと個人的に超楽しみなのがアギとトリニティフォームの真骨頂が今月届くんですよ。マジ楽しみなんですよね。アギとのトリニティフォームってジオウのアギト界で超活躍したんですけれども、正直アギと本編ではほとんど出てこないんですよね。まあそれがいいところでもあり、僕が好きなポイントの一つでもあるんですけれども、ただまさかフレイムとかストーム、まあシャイニングとかを差し置いていきなり真骨頂になるとは思ってもいませんでした。真骨頂って新作発表されるとき、こういうこいつが来たかみたいな驚きが結構あって、発表のタイミングも楽しいですよね。最近だと20周年でファイズが発表された時も盛り上がりましたよね。さあということでですね、今回はそんな予測不能な展開をしている次に真骨頂化されるライダーを予想していきたいと思っております。まあ、予想範囲はここ2年以内くらいに出そうなもので考えていきましょうかね。ここのところフルサクチャンネル、フィギュアレビューだとか新商品レビュー系がすごく多かったので、久しぶりに喋りメインの動画になりますね。それでは行ってみましょう。ちなみになんですけど、かなり僕の願望が入ってると思います。なのでそれはねえよとかバカじゃねえのみたいな予測がだいぶあると思うんですけれども、そこはそういうものと思って見ていただければと思います。まあ一人の仮面ライダーフィギュアオタクの妄想みたいなもんですね。ということで、まず一人目のライダーですが、こちら、あ、この空画は関係ないです。はい、こちら仮面ライダーカブトマスクドフォーム、これは僕来年来るんじゃないかなと思ってるんですよ。来年2024年ですね。真骨頂ってちょうど1年後の2024年3月に10周年を迎えるんですよね。これは最初の仮面ライダーカブトのライダーフォームが2014年の3月に発売されたところから計算しているわけなんですけれども、前なんかの動画でも言ったと思うんですけど、絶対なんかあるじゃないですか。今アーツ15周年でいろいろやってるので、真骨頂10周年でも絶対に何かやると思うんですよ。そこでキーになるのがやっぱり最初の真骨頂っていう意味でもカブトだと思うんですよね。なんか CSM のカブトジェクターの 1.5 がこの間発表されたと思うんですけど、その時に一緒に映ってた真骨頂がなんか当時発売されたものと比べて修正入ってるっていう噂とかもありましたし、ただ最近の真骨頂だとかの売り方を考えると、ただ単純に再販されるだけとは思えないですよね。そこでライダーフォームでもすでに発売されているハイパーフォームでもなく、まだアーツ化もされてないマスクドフォームですよ。マスクドフォームってあんまり立体化されてなくて、ボーイズトイ系とか装着変身ぐらいですかね。なのであのごっついパワードスーツみたいな見た目のスーツの高クオリティの真骨頂で見てみたくないですか。しかも出たら兜の全フォームも保管もされるので、来年出るんじゃないかなと僕はかなり期待しております。まあ、ただ僕カブトの真骨頂一つも持ってないですし、もしこれで出たとしてライダーフォームとハイパーフォームが特に再販とか何もなければ、ただでさえプレネついているこの2つのフィギュア価格高騰してさらにヤバくなりそうですけどね。続いての予想ライダーはこちら、仮面ライダーガイムオレンジアームズ。はい、フィギュアーツを結構集めている方思ったんじゃないですかね。それはねえよって、その気持ちめっちゃわかります。アーツを昔から集めている人ほどもうこれはねえよって思うと思うんですよ。なぜならガイムからアーツは革命が起きたって言われてますからね。ガイム以降のアーツって一気にクオリティが上がったって言われてます。実際本当にそうで、造形の細かさとかプロポーションとかがガラッと変わっていて、それ以降のライダーって結構真骨頂と比べても全然変わらないというか遜色ない出来なんですよ。
だからこそその直前の微妙な出来と言われたアーツのウィザードが真骨頂になった時にかなり話題になりましたしね。ただですよ、ガイムのアーツが出たのも2014年で10年前なんです。しかもガイム10周年なんです。2024年は今見ても当時の通常のアーツってかなりの出来ではあるんですけれども、そろそろワンランク上を見せてくれるんじゃないかなと思うんですよね。真骨頂は手に持つたびに毎回クオリティの高さに驚かされるんですけれども、真骨頂ならこのくらいいけるよなっていう気持ちも最近出てきちゃってるんですよ。そろそろ高クオリティのガイムアーツをさらにアップデートしたもので、さすが真骨頂って言わせてくるんじゃないかなと期待しております。続いて3人目のライダーですが、こちら仮面ライダーブレイド。これは正直かなり可能性高いんじゃないかなと思っております。まあ今年ファイズが20周年でついに真骨頂化したっていうのが大きいですね。平成1期は残すはあと龍騎とブレイドのみになってます。あとファイズのアーツってそもそも古いフィギュアアーツにしてはかなりクオリティ高いんですよ。でファイズと比べるとブレイドのアーツって顔とか小さめだったり体が細めだったり改善点が多くて真骨頂化しがいがあると思うんですよね。なので出たら進化がめちゃめちゃ感じられそうです。来年の20周年のタイミングでぜひ発表されてほしいですね。ただもしこれでブレイドが来年出た場合、龍騎は完全にタイミング失った気がしますけどね。さあそして4人目のライダーはこちら、仮面ライダー01ライジングホッパー。これもガイム同様ないだろうって思うじゃないですか。まだ通常アーツが出てから正直全然時間が経ってないし、なんなら01アーツってまだ展開続いてますし、まあまあこれは僕の希望も結構入ってはいるんですけれども、ただ最初にも言いましたが真骨頂ってこのライダーがっていうのが結構発表されるんですよ。それに令和ライダーも来年で5年目です。令和ライダー5周年なんですよ。そう思うと最新ライダーのように思える01も意外とレジェンドライダー寄りになってきてて、新しすぎるっていうわけでもないんですよね。01のアーツは僕も結構おすすめしてますし、再販も何度かされるほど人気です。これはリアライジングホッパーなんですけれども、いや、やっぱ出来いいよな01のアーツって。ベルトとかもしっかり塗り分けされてますし、プログライズキーが抜き取れるっていうのもすごいところなんですよね。ただこれ見ていただくとめっちゃ細かいんですけど、プログライズキー完全にプリントされてないんですよ。まあなんというか真骨頂化する余地を残しているというか、真骨頂だったら絶対このプログライズキーの展開した後の面もしっかりプリントするよなっていう感じなので、ここも真骨頂化しそうなポイントですよね。そんな感じで作品もアーツ自体もかなり人気な01がここでまさかの真骨頂化したらかなり盛り上がりそうじゃないですか。01系アーツはこのリアライジングホッパー見ていただいても分かる通り、素体が細めでそれが01らしくもあり、スタイリッシュでかっこいいんですけれども、真骨頂のスーツ感を感じられる01っていうのもぜひ見てみたいんですよね。はい、ということで今回は近々真骨頂化しそうな仮面ライダーたちを予想していきました。今回僕の独断と偏見で4人挙げさせていただきましたが、正直可能性ありそうなライダーってまだまだたくさんいますからね。まあ、真骨頂も一般とプレ版合わせたら2年間でかなりの数発表されますし、またこの予想企画そのうちやっていきたいなと思ってます。皆さんが予想するもしくは出てほしいなと思っているライダーとかいましたらコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。ということで今回の動画は以上です。チャンネル登録・高評価よければよろしくお願いいたします。バイバイ。